こんにちは。プレッシャーは今感じてますか？いや、すごい緊張してます。ちなみに AKB48 の公式ライバルということで、 AKB48 のメンバーとは仲良しがいたりするんですか？と、あの渡辺真由さんと指原莉乃さんの2人にはよくお世話になっています。お世話になってる。どんなこと話すんですか？私たちはまだいろいろなテレビに出る機会が少なくて、どうリアクションすればいいか分からなくて、したらそういうところはガツガツやっていいんだよっていうアドバイスをいただいて勉強になってるわけですね。はい。 AKB 仕込みのリアクションでミイラの間攻略なるか。あ、キューキューってなってきた。強い強い。あ、待って待って、ごほう。生駒さんといえば今高校2年生。はい、2年生です。じゃあ学校で漢字を勉強したりしてます？漢字やってます。はい。ということは大概の漢字なら知ってますね。うん、大丈夫ですかね。あ、漢字問題だって。大丈夫？漢字が苦手な生駒さんでもわかる簡単な漢字の問題です。ミイラ製造機が作動します。問題。双角が三角の常用漢字、人名用漢字を7つ答えなさい。はい。三。三あと。簡単なのさ、ボブ言ってちゃう。あと、ね、三角、三角ですよね。三とあとなんだろう。全然言ってないよ。全然。あ、もうテンパって、わかんなくなっちゃった。帰ってこ、帰ってこ。今何個入れてんの？一個だけ。一個だけです。30秒前。第7つ？第5ね。口。9は違う。20秒前。9。あーと、11？ あー、あれ？あれなんだっけ？わかんない。10秒前。助けて。5秒前。4、3、2、1。生駒さん、チャレンジ失敗です。全然ダメじゃん、生駒ちゃん。いや、冷静になったら大丈夫なんですけど。ちなみに、上って漢字知ってますよね？上知ってます。あ、下って漢字は？上と下あるじゃん、あるじゃん。あとは土っていう漢字は？では、生駒さんには私の仲間になっていただきましょう。終始テンパり、たった1問という結果。